はい、こんにちは。カメラマンの村誠一です。今日はですね、オクトレンダーのね、ノクトン、ノクトンの1.2ですね、40ミ、mm、リの1.2を、デザインがいいですよね。俺的には結構好きなデザインになってますね、これね。まあ今回は、えー、これと50ミ、mm、リとね、これ両方お借りしたんですけど、50ミ、mm、リは前回も使ってるんですけど、40ミ、mm、リはね、もう初めてだったので、で使ったら結構ね、 いいですね。で、これ、まあ、絞り、前に話したようにね、まあ、ピントの山ってこともあるんですけど、開放でね、やっぱ気持ちいいですね。もう絞り込まないで、まあ、円形も近くもね、絞り込まないでどんどん撮れるという、もう利点がありますね。これいいですね。この、このレンズね、皆さんいいと思いますよ。で、最近はね、この R3 もね、よく使ってるんですね。これは、 うちの奥さんのお父さんのですね33回忌もう随分 <laughs> 33回忌すごい33回忌なんかやるんだと思ってでまあここがそこのもお寺にあるやつなんですけど R3 で F1.2 の開放で撮ってるんですけどでも枝とかねこの辺の中見てると非常にあれですよね線が細いからすごいシャープな感じがするんですよね。これだけ まあこのノクトンでね R3 なんですけど、まあ、これだけシャープさの感じでいくといいですよね周りのところはビネット効果でね少し落ちたりはしてるんですけどそこがまたすごいいいですよねこのねクリアまあそのクリアですよね。で次のを見るとですねこれ、まあ、うちのポルシェなんですねでポルシェでちょうど <laughs> 私事なんですけど。 洗濯機が壊れててしまってで近くのコインランドリーに行く時にまあうちの奥さんがコインランドリーでやってる間に自分はじゃあ車を洗車してこようっていうことで洗車してきてピカピカになったところで撮ってるんですけどこれももうほぼ日没間際で暗いんですけどこれも開放で撮って、まあ、これだけの描写をして、まあ、金属の質感とかもよく出てると思うんですよね。でこれが車の中の シフトですねギアのシフトのとこなんですけどこの N っていうところにピントを合わせてるんですけど、まあ、他はねもうこの先からはこれ最短ですね最短距離でやってるんですけどでもあとはもうね全体にすごいボケていてこの周りの色,色のボケの感じも非常によく出てると思うんですよね。でタープだしクオリティがすごい高いってい感じがすごくしますよね。外からですねガラス越しに まあ室内を取ってるんですけどこれも同じシフトのとこなんですけど手前のところにはね中のシフトのとこにテープが貼ってあるんですけどこのテープが貼ってあるところっていうのは何で貼ってあるかというとこれねうちの愛犬がねここへ乗っかってねスイッチを押してしまうんですいろいろね。押せないようにここにテープを貼ってまあねこの辺も本当はね犬を飼ってる愛犬家の人にとってみれば犬が。 ここへ座るっていうことをまあ考えてくれればねここじゃないところにあってほしいなとかいろいろ思うんですけどそうはいかないですよねそんなそんなことまで考えてやってるわけないし、まあ、車のこういう運転席周りに来てはいけないっていうのがあるからまあその辺なとこありますよね。でこれはですね近くの NS ビルってところなんですけどこれも開放で撮ってるんですけど実にいいですよね。もうこの まあ線の細さっていうのかなこれはやっぱりさすがだというふうに自分は思いますねこの線の細さっていうのを見てると開放でね、まあ、ほとんど取れてしまうっていうことそう考えるとね、まあ、非常にいいレンズですよねこれはねあとはこれうちの愛犬なんですけど、えー、うちのバニーですねでバニーがこうやって、えー、カメラの方を見てるとでこれねクッションの上にね お腰掛けすするんですよねうちの子って何か変わってて必ずこういうとこにあるとあのお腰掛けしてなんか前足だけでこうなんかいるっていうことが好きみたいでなんでこうするのか分かんないけどまあ他の愛犬家の方でもいやうちでもするよって方がいるかと思うんですけど何かねすごい変わってて何でもこういうとこへ腰掛けたりして椅子代わりにするみたいな。 感じなんですよね別に後ろ足が短いわけではどっちかというと長いと思うんだけどまあこうやって座るのが快適なのかまあなんでこういうことするんでしょうね。まあでもここを見てるとわかるようにあのー、目のところの辺りピント合わてあとはね自然とボケていくこのボケ味を見てるとこの。 まあノクトンのこのなんか描写の良さを感じますよねピンと合わせた時にピタッと合ってる車もそうですけどねそういうのがすごい感じますね。えー、新宿御苑で撮ってるんですけどでこれは NTT のビルに合わせてるんじゃなくて、えっと、手前のイチョウの木のところに合わせてるんですね。でそれはなぜかというと、まあ、NTT ビルでもいいんですけど、まあ、手前に合わせることによってね、まあ、開放でいつも撮るから。 まあこれで全体的にピントがこう来てるようなこうに見えるっていうかねまあそういう形でそのまあ3分の2ぐらい距離的に3分の2ってことはないと思うんですけどまああの手前のイチョウの木にまあピントを合わせることがまあ自分的には気持ちいいなと。NTT ビルは少しボケてるんですけどまあこの感じがよくてこのように撮ってますねこれね。 で次はこの照明なんですけどこれはえっと今のマンションのところであのベッドのところにあるんですけどでこれはうちの愛犬が夜になるとまベッドの上から下に降りたりする時下が見えないといけないのでこうやっていつも電気をこうねあの本当にほのかな明かりなんですけどでもこういう暗い場所でもしっかりとこうピントが来てるところが。 ややっぱり合わせすすいですねオートフォーカスじゃないと本当はピントをねこう暗いところで合わせにくいんだけどやっぱりこのレンズが明るいのとまあこのピント合わせがしやすいってところで一回テストしてみましたでこれも描写はすごくいいですよねなんかちょっとライカっぽい雰囲気は出てますよねでこれは新宿御苑ですね新宿御苑で撮ってるやつなんですけどこれともう一枚のねあの続けて。 こう見てくくとよくわかるんですけど左右に並べてしまうとねはっきりとこう差が出てしまうんですけどこの辺はさすがにねやっぱり10万円ぐらいのレンズと120万のレンズぐらいの差が、まあ、ここで出てしまうのかなっていうこれ以外のところっていうのはレンズの描写でねそんなに違いは出てこないからね。M11 の とアポーズミクロンの F235mm の F2 ですねを開放に両方してるんですけど、まあ、F2 とね1.2って違いはあるにしても、まあ、どちらも開放で撮ってるんですけどアポーズミクロンこういうところになってしまうと差が出てしまうってのはこれしょうがないですよね10万円ぐらいのレンズと120万近いレンズで違いが出なかったらおかしいですからねこのコントトラストとかね ここういったことはもう仕方ないと思ううんですよねねこれは、ね、もうカメラも R3 でね2400万画素と6000万画素の違いがあるのでまあこの辺はねで一応比較ということでねどれだけ違うんだろうとで今まで撮ったものがねそんな変わんないじゃんじゃなくてやっぱり撮るものによってはもう大きく差が出てくるのでまあこの辺のところもねあの頭に置きながら。 えー、撮影を進めていいくと,いいと思います最初のね、まあ、作例っていうか、まあ、見てもらうとわかるようにね、もう、ライカー11で撮ったのか、R3 で撮ったのかわかんないぐらいですね。で、レンズも、ポズミクロンとね、このノクトンで比較してみても、まあ、皆さんもね、まあ、見てるだけではね、下に、まあね、あの、入ってるからなんですけど、 それがなければ多分ね、みんな間違えちゃうんじゃないかなっていうぐらい、まあ、描写がいいですね。あの銀座行った時ね、ソニーの方にお会いして話してたんですけど、ファームアップしてくるともうどんどん良くなってきてるので,で、今日のね、今日このようなことがあるんだということを、あの、あるするとすぐにね、まあそれをファームアップでね、出せるような感じになってきてるので、 まあすごい良くなってきてるっていうかね。まあなんかこうやって考えれば、今度ね、R1 も期待されてるんだけど、どんなカメラが出てくるんだろうとかって思いますよね。性能が全然変わりました。で、俺、今まではね、R5 の方が全然いいなと思ってたんだけど、R3 はね、ちょっとイマイチだなと思ってたんですけど、でもファームアップしてね、見ると、 いやもう全然いいカメラになるし、まあもちろん格好はね、俺はもう昔から 1DX のね、このスタイルに慣れてるから、この格好が自分にはね、しっくりくるんですね。まあ少しね、サイズがまあ確かに大きいっていうかね、ライカと比べればまあ大きいんですけど、このレンズでこれをつけてね、歩いてると、やっぱりなかなかいいですよね。皆さんにもね、この、 まあノクトンのね、この良さをね、ちょっとビネット効果っていうかね、周辺が少し落ちるんですけど、自分はあえてね、まあ編集で、あの、横が落ちるようなね、編集をしたりして、それでやるのが好きなので、いや、これちょっと周辺が落ちるなとかっていうことはなくて、逆にね、俺は、俺的にはもうすごくありがたい、まあレンズだなっていう感じがします。で、まあ見ての通りね、かっこいいですよね。 大きさもね、手頃だし、まあ、ボディがね、もともと大きいからなんだけど、でも非常にね、いいカメラですね。これからね、まあ、これを使って、いろいろ撮っていきたいと思うんですね。で、うちの家内にもね、これを使わして、えー、いい作品をね、作っていこうと思うんですね。で、今日、もうあのー、色光が上がってくるので、まあ、それもね、改めてまたね、まあ、楽しみですね。で、今後はですね、この、 ローライフレックスもね、うちの家内もローライフレックスで撮りたいっていうことなんで、これになるとね、もう R3 と比べるとずっしりと重くなりますね。で、このヘッドは、えー、ブルース・ウェーバーが使っていてね、昔これ探してやっと見つけたんですね。まあ、ローライのね、純正のやつだとこういうちょっと大きいんですよね。この大きさが、まあ全然違うんですけど、こっちの方がかっこいいですけど、 まあ上にね、テープを貼ったりとかして、まあいろいろ補強はしたりしながらやってるんですけど、まあ格好よりもね、機能性重視の方がまあいいのでね、今回の作例見てもらうと分かるように、もう実にシャープだし、えー、寄った時にこう1.2でギリギリ寄ると、まあ背景がすごいボケるからね、 このボケ方が妙に気持ちいいボケ方しますね。まあ4 50ミリのボケっていうことよりも40だからちょっとワイドっぽいんだけど、まあそのボケが、まあ自分の場合は絞り込んで撮影するってことがほぼないですよね。絞り込んでも、まあ8まで絞るってことあるかなぐらいですね。まあライカでもそうなんですけど、絞って使うっていうことがあんまりないんですよね。やっぱりその、 まあ、ボケの良さとかっていうこともあるんですけど、この寄りでね、あの、ピントを一箇所で交わした時に、やっぱり横がこう、もうボケていくような感じがすごいいいですよね。寄れるレンズっていうのが自分はもう、昔からね、これが良くて、でもアダプターつけたりとかしてね、あの、やるんですけど、やっぱアダプターつけるのと違って、これか無限円からね、ワイドまで一気にこう取れるっていう利点がありますよね。で、確かにね、 そのオートフォーカスに慣れてしまうともうこのピントを合わせることもね一瞬忘れちゃうぐらいなんですけどまあライカなんかをね使ってるとそのピントを合わせるのがもう当たり前のことだからね当たり前のことなんだけどまあこういうキャノンとかでね、まあ、オートフォーカスに慣れてしまうとあのマニュアルでね自分流に撮ってくそれによってね自分の作風が生まれてくるってこと。 まあ色もそうですよね。こういうことを大事にされてほしいと思うんですよね。皆さんもね。オートで任せるんだったらもう本当にもう携帯 iPhone で十分ですからね。まあ今のね iPhone なんていうのはまあ、あっきり言えばカメラよりも性能が高いんじゃないかなっていうふうに自分は思うので、このノクトン、ぜひね、あのお店かなんかでね、別に宣伝してるわけじゃないですけど、自分は使ってみて、まあ非常にあの、 いいいと思います、ね、で今回の作品集の野村、まあ、クラブの2ですねまたすぐにまたあの次に紹介しますけどでここからまたねシナのレンズをねプレゼントしてくれるってことなので、えー、中からね選んでもらってこれはねまあ自分が選ぶんじゃなくてシナ、えー、さんの方でね選んでもらうのでもう本当とに、まあ、ここには忖度も何もなく。 まあ、あくまでも選んでもらうってことなので。まあね、どういうレンズが来るか分かんないですけど、こういうレンズがね、あったりすると、これはまたこれで、あの、使い勝手が出てくるからね、と思います。えー、また、えー、お会いしましょう。今日の、えー、動画はノクトンと、えー、ライカの M11 のアポズミクロンで撮った比較も、このレンズのすごさ、まあ、R3 もね、ここまでファームアップで良くなったんだなっていうのも、 感じてもらえると思うんですね。えー、次はね、また、えー、作品集のね。もうあ,あの色香が出てくるので、その色香もね、皆さんに見,見せながらですね。えー、と思いますねということで、えー、またお会いしましょう。今日はありがとうございました。 Just stop